バッターは後藤。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。インコース決まっています。インコース、これは外れます。次が3球目。インサイド打ちました。強い打球、わずかに右に切りました。ファールボール。これは内へ外れます。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。トップに帰って後藤。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあ非常に打線がつながっていますから、ここもつないでいってほしいですね。初球ボール球です。セカンド牽制球、二塁タッチもセーフ。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。落としてきた、しかしバットは止まっています。ボールが3つになります。見ました、フォアボールで出ました。